ず卵型と長丸を描きます。それをもとに形を描き込んでいきます。次に水をつけた平筆で描いた部分をなぞると水彩画のようになります。目の黒を入れ白い点を描きます。だんだんと色を濃くしていきましょう。動物の毛は少し乾いた筆で描くと出やすいです。ヒゲも忘れずに加えてあげましょう。最後に足元の部分と食べ物を描き込んであげたら完成です。プレーリードッグは北アメリカの大草原プレリーに生息しています。そして地下に巣穴を掘って生活しています。